かですね。サイファーを先頭に、いいペイントなんだ。フラッグポイント。当たってはいないですね。うん。まずはリオンを落とします。ラズが先行。ラズがかなりいいとこ入った。メデューサを落としている。マンチキンは黒を返しているが、バーズがゼファーを落として、残ったのはマンチキン。いや、かなりいい挟み方でしたね。いや、位置だけ確認して、しかも後ろに下がる、完璧です。4対1。これがゼリストを削った力なのか、A サイトを完璧な形で取りに行きました。A3 の配置ではありましたが、1人ずつ削っていくような攻め方が徹底できてましたからね。さあ、マンチキン、ワンオフォーです。いやー、見てください、この配置。ヘブンした4人の配置。これだったら、弾が切れたときにちょうどそのリロードの隙間を狙えますからね、完璧な布陣です。4人が残らよ。さあ、B メインから、サイトオークに対してのフラッシュポイントをメデューサがラズを落としている。中は入れましたが、メデューサがしっかりと。いいポジションいますね、メデューサ。はい、ダブルキル、クローも落としている。これはサイト内に押し込んだような形ですが。うまい。タケジ、HP が削られました。2オン4です。サイト内2人の情報はまだ入っていないのでしょうか。パラノヤが入ってブーボットが反応している。タケジ、マジで落とされて、リオンがバースを返しました。今のおそらくバリアオーブの音に反応した。さあ、マンチキンのラーカーです。これ横にはマンチキン、ただ1位交換です。いいカバーですね、タケジ。これはメデューサもカバーはしきれません。でもやはりこう黒が前に出るんですね。はい、うん。フラッシュポイントはサイトに入るときのみに使うような形ですかね。さあ、スポーンからはメデューサのオールドローン。いや、今度はバースが前に出る形。オールドローンで中央もクリアできています。早めにスモーク更新して、レイタだけ残ってメインからオーディンで援護するって形ですかね。さあ、 B サイト設置。ああ、なるほど、上に乗せましたけど、これはどうだ。タケジェがリオン落としている。サイトの上のバース落とされている。これゼファーかなりいいところまで入ってますけど、位置が見えた。サイト奥、タケジェの位置は分かっている。抜いている。残ったのはレイター。レイターのレイターが勝利している。 A ショート、ゼファー、ここは入れるような配置。メスの寄りが間に合いませんね。お、メデューサ当たってますね。しかもヘブンした4人の、とはいえ人数差ありますよ。 A ショートにレーダーが残っています。起こした。リザレクション確実に取りに行くつもりだ。さらにキルを重ねます。メデューサ、リオン、2人でのリテイク。足元、頭を見えたところリオン抜きました。サイト中、メデューサもキルを重ねている。ただここはパラノイア、リコ前まで。ここはセーブの判断か。いや、逃がさない。3対2。ファイヤーを切っている。切り時起動。裏を警戒させておいて、マンチキンは中央へと戻ります。ただスムーズに入る形は作れてますね。パラノイア、パラノイア、さらにショートパーを切っている。おー、当たってる。しているぞ。レータの位置に気づけるか。いや、これレータが2に逃げるとレータがいるが、レータのダブルキル。いやー、トリプルキル。ローリングサンダーの判断が。ここはクローが設置。レータがリオンを落としている。これは中央での落。ゼファーもレータがいるので寄り切ることができません。あっと外してしまった。ここもしっかりとレータ。さあ、スパイカメラでネスの位置がバレます。これはセーブの判断か。そうですね、メデューサ。メデューサが倒せたことでオペレーター拾いに行けません。裏からタケジェ。レータのこのしゃがみ置きという置きつけれども、いきますか。ラズ相手に勝負を仕掛けるが、ラズが倒されない。隠れているポジションもスパイカメラ。ワンウェイケージはもうないが、飛び出すマンチキン。タケジェのダブルキル。マンチキンの飛び出し完璧だったと思うんですけど、タケジェの攻撃が上回りましたね。ブラストパックで入り込みますが、そこにもレータのカバー。最後はクロー。ワンチャンスを許しません。圧倒的なっているので、サイトラガーローリングサンダー、マンチキンの位置が見えた。強引に行きますね。サイトラガー飛び込んでいく。ラズジャンプ打ち。いや、ネス2キル持ってるぞ。ペイントダウン、そしてブラストパックショーストッパー。ここはレイトが押さえます。ショーストッパー落とした。2オン3。ス
パイクが落ちてしまってるんですよね。ここはオールドローン、オールドローン打ってリーチ、ラズの壁抜き、ここもジャンプ打ち。さあ2オン2、ただ問題はレイタがどうやって中に入るか。一度引きますか、引くしかないという形ですかね。ここ通ることが難しいので、なのでラズが動いて、ラズが、あーラズが前を取って戦うのか。チャージ不足だ、いるかどうかを確認するカメラですね今のは。ディフェンダースポーン、勝負を仕掛けるラズ、武器差あるためのダブルピーク。おー、こういう細かい連携でしっかりと、スモークの切れ目バッキー、いやラズの壁抜き、いやそこ抜けますか。警戒しています、先ほどから対応しますかね。お、ゼファーから通っとしている、これは中央フラッシュポイント、エンショート、マジキ、タケジェを落としている、さらにはパラノイアでカバー、フラッシュポイント、見えている、マジキ、ニューラルテント、返した、ハイトリーチは分かっている、5対2、スパイク持ちましたからね、バースがされてない、シュラウドステップで入り込みます、ただそこはすでに囲まれている、最後の1人だ、リオンがバースを落として、残ったのはレーター、こうなると、エンショートを進行する。無理はしません、最後はメデューサー、そうですね、まあ純粋にあそこはよくいる位置だからってのもあると思いますけどね。ハンターズフューリー、ハイブリックリット、メデューサー、アンダーテール、ハンターズフューリー返し、レーザー、逃げ切れない、一時交換、いや、ラースがマンチキを落としている、人数差、アブソリュートジュピター、裏からリオン、ワイヤーを越えようとしたところレーザーに落とされます、熱が素早いカバー、ただ人数は圧倒的だぞ、ネスのドリブル切る、かなり削った、ただスパイクを回収、ワンワンです、どうだこれは、エース対決、男は、ね、最後はラズ譲らないですね、気になりますね、まあただアビリティの量多いですからね、フラッシュポイントも2つありますから、いやこれあえて A ショートをガレージを上げたのはクレジラ君、 A ショートを取りに行っていますね、さあリテイクの前に A ショートを取りに行く、フラッシュポイントのタイミング、ペイント弾で高速を切ります、ラズ、リオンがラズを落としている、ブラッドバック、なんだ今のは、壁で押し上げられた、壁上に持ち上げられましたよ、サイト内タケジェダブルキル、トリプルキル、止まらないタケジェ、ゼファー取り残された、残り時間少ない、ショート設置ではありますけど、レーザディフューズ間に合います、間に合いますね、噛み合いましたか今、噛み合いもありましたね、さあディフェンダースポーン、 B サイトに飛び込めているのはクレイジーラ君、形勢はクレイジーラ君側にやや有利か、いやそうですね、武器差はありますけれども、ブルドック1本マンチキンが奪っただけでもかなり、なおかつマーケットを1車線のみに限定できていますから、いやマーケットを先に取りに行く動きですね、これフラッシュポイント完璧ですね、武器も回収しています、デファーが勝負を仕掛けるか、いやホールドライン、さらにリコンにも映っている、さあ時間だいぶ使ってますよ、いい時間稼ぎだ、パラノイア、これ時間ないぞ、オールドローも来ている、時間を稼げるか、カシリスが熱戦ダブルキル、ペイントダウン構えているところ、ラズが落とします、残り1名、時間がない、これはもう間に合いません、お見事、取り切ったクレイジーラクーン、リコン、そしてフォールトラインを構えている、リコンに移って、フォールトラインで動けなくしたらそこに対してリコンが来て、さらにはオーディンが刺さる、完璧だ、そんなやり方もあるのか、いやレイターはその可能性もケアした位置に入ってますね、サイト内タケチェイが落とされる、サイト奥ラズ、ラズはどこまで時間稼げるか、ただここはリオンがカバーを取って 3-on-3、 そうだな、 3-on-3 でしかも取り返しでオーディン2枚っていうのはちょっと重たいですね、ゼファーもいいポジション取れていますよね、はい、これしかもあのスモークがあることによってゼファーのクリアリングミスを誘発する願い、バレましたね、前に勝負を仕掛ける、テールウィンド、完璧な、うまいテールウィンドですね、メデューさん無理には詰めません、危ないぞ、おっとちょっとゼファーポジションもったいなかったか、メデューサが見てないタイミングで一方的に横取られましたね、クロー落としきれない、ガチ解除、いや抜いた、
やれーだろ、間に合うこれは。残念、見えますかこれは。タイミング、いやマジキーが落としている。残り HP は30ですが、かなり削りましたね。ただレータが熱を返しています。いやこれドローンで A 中見ているので素直に A 攻めになりそうですね。11交換、これ裏取り早いですよ。なぜだが、そこにはゼファーもいる。ゼファー絶好調。ゼファーの存在には気づけなかったか。バースの1オン3引いていくにはいきます。1オン2です。おっとこれちょっと位置が分断されてしまっているか。うお、最後はリオン抑え切りプライの確認。タイト内は開ける形。ハンターズフィリーレーター、ラザがマーチキを抜いている。当たってますよ。しかもまだラズのカメラが壊されてません。カメラの位置の存在はマンチキンしか分かってません。フォルトライン、リオンが裏を取っている。ただ音はラズに聞かれているか。タケジェ、ここはリザレクション。ハンターズフューリー、これはメデューサです。やり返した、当たってる。裏取りのリオンは倒されましたね。 3-on-3 です。人数差はイーブン。ゼファーのポジショニングがかなり強気だが、サイトライバーストのダブルキル、ワンオンジー、メデューサ落とされる。ラセッターリペルキル、またもや抑えてしまった。それを一人ずつ逆に倒されてしまう結果になりましたね。自分のタイミングで勝負をする配置というのが逆にアダになってしまいましたね。そうですね、これ2回目なので結構、まあ、ボートハウスに引いて戦うなど違った動きをしなければいけなそうですね。さあマッチポイントです。12対8。そこ抜くか。ブーモット当たってしまった。大きなダメージ。しかしラズがカバー。さらにはエーショットに対してローリングザンダー、負けないラズ。リーガルセフト当たってるぞ。リオンの位置も分かっている。まずはエーショット。リオンはバースが撃破。情報共有が完璧だ。マチキン HP が少ないぞ。ネスも HP が少ない状態で、2オン4で時間がないですね。残り時間23秒。残り HP 少ない、ラズが落ちない。さらにはパラノイア。あとは時間稼ぎするだけですからね。4対2です。もう行くしかないですよ、クレジラ君。スパイクは落ちてしまっている状態。エーショット。最後はラス。トリプルキル。配置ですね。さあ、いい設置ポジションだ。スパイク設置。設置後の動きはどうでしょう、クレジラ君。A ロング、A ショートへと引いていきます。サイト内は、明け渡す形。いや、ただこれ、ショート側にもしかして、ペイント内入れるのか。リテイク、パラノイアが入ります。ペイント弾は貼り付きに対して使用しました。いや、サイト内リオンが飛んでいるか。一方的に倒せましたね。全体的にクレジラ君引き配置ですが大丈夫でしょうか。強力な設置とはなりますが、スモークもあるのでどうでしょうか。 A ショート2がバレました。挟まれる形。タケジェ、バンゼ、ラゼ、かっこいいか。残ったな、メデューサ見えてますが、クラシックではノーミスの射線の前にはまだ無理に動かない。ショックボルト対策であえて設置位置は変えていきましたが、その位置にもショックボルト一発でとどめられましたね。やはり構え直すのに少し時間かかってしまいましたかね。このスローも毎回投げていきますね。これでオッカの飛び出しを一箇所潰してます。さあ離婚でゼファーの位置がバレる。ここはテイルウィンド。さらにはメデューセが誘い込む形。サイト内飛び込んできたところ、リオン、そしてネス、残ったのはレータ。最後はメデューサ、パーフェクトラウンド。こう考えると落とす前提のラウンドだったように見えますね。エロング、ダブルピーク。リオンがタケジェを落としている。クロー、逃げられない形。ブラストパックで逃げることはできるが、あえて勝負をします。戦いますが、マーチキン。正面の打ち合いでは負けません。かなりでも削りましたね。回復手段がないので、続けざまにレータ。ブーボット反応します。リオン落としましたが、そこにはゼファー。うん、一々交換。ただバース、ネスがパラノイア食らってしまったが逃げ切れない。いい時間稼ぎですね。しかもこれで裏か。ラズが裏を取っている。マンチキンの位置には気づけるか。いや見れない。最後はマンチキン。さすがに見れませんでしたね。クローもガレージが寄っていきます。またスローで A ロング勝負か。あ、C ロング勝負。これは少し難しい形になりました。クレイジーラ君スモーク抜き。クローがリオン落としている。なおかつネスの HP が残り少ない。クローはセーブですね。安全に判断しましたね。見方です。これは失礼いたしました。リオンでしたね。マイクを設置。
さすがのこの形はアブソリートジェッターもリテイクとはいえ少し厳しいか。どのようにリテイクしてくるかですね。5対5アルティメットアビリティショーストッパーを切っていきました。サイトラが打ち込んでいきます。当たってる。ネスが落とされる。さらにはブラストバック飛び出したところダブルピークキャンセル。ゼファーが落とされます。ネスのポジション重要ですね。あ、抜いた。一人ずつ削っていきますね。リザレクションでクローも落ちている。さあ、これはバリアオーブ縦だ。しかも縦だから解除ハンターフューリー半分まではいける判断。選手交代。これは解除止めれないですね。壁が解除守っている。解除成功。残り1名。いやー、本当のガチ解除とはこうやってやるんだよと。対応の仕方でしたね。ただスモークがないんでヘブンからの射線を切ることができません。レータのオペレーター A ショートマスキンが押される。クラウドバーストがたがれる一瞬の隙間レータが覗きました。人数差はイーブンですけど重要になるのはここでネスの裏取りですね。間に合うか。バースが警戒しているように見えますがどれだけ時間稼げるかにかかっていますが、オールドローン飛び込んできた。ショーストッパーネスディフェンダーポン間に合いましたね。バースワンオンワンです。噛み合っているネス、ワンオンワンを取り切りました。勝ちましたが大会の中でここのラウンドのリテイクは裏にかかっているような形になりますね。ただやはり警戒すべきはタケジェイの先ほどのバリアオーブですね。レータがリオンを落としている。マンチキンかなり前めのポジショニングだ。ここらへリコに映らないが、うまい。レータの鋭いエイム、打ったタイミング。ガレージャーメデュースが守り抜く。あ、ゼファーが一気に荒らしていく。スポーン側に飛び出しました。ネス、おお、一人ずつ。さあスポーン側を取りました。ガレージも取れているのはクレイジーラック。いやー、それでさらにメデューサが裏取ってるんですよね。残り1まずは一発。残ったのはレーター。リコーン打って残り時間も少ない状態。最後はゼファーが決めました。クレイジーラック5本目。裏を取られて、おブラストパックエントリー。あー、でも対応したぞレーター。ブラストパックの音を聞きつけ A ショートへピークを行いました。そうですね。A1 で守っている中かなりリスキーだったと思うんですけれども、トリコは避けきれますね。そしてゼファー強気なポジショニング。今まで使ってこなかったこのポジション、パラノエが入って一度はピークします。時間を使ってきますね。リオのフローダーシャドウタイミングで飛び出ましたがバーストのこのエイム。いやー、裏を取ったリオンも映ってしまっていたのでバレてましたね。残ったのはマンチキン。いやー、壁がたかれているぞ。これは飛び出せない。後ろにはレーター挟まりましたね。メデューサバースの位置はバレています。メデューサバース落としている。アルティメットもあるのでメデューサとしては使えるうちに使いたいとこでしたけど、タケジェのシンコネクタブーンボット。飛んだ。今ブラストバックでネスがサイト上に乗りました。さあレイタがメイン裏取ってるの、これリオン気づいてなさそうですね。飛び出ました。いや、うまい立ち回り。パラドイヤ、ここは冷静に落としていく。さあラズもいるが4対3ラズの足音聞こえてそうですね。ブラストバック黒のエントリーゼファーのエイミング。最後のさあどうだ。残ったのは竹で。テイルウィンド最遠くでダブルピーク。綺麗な形。ブーントダウン。いや、カウンターできましたね。ただこれによってマンチキンのワイヤーが切れましたね。ネスが切っちゃいましたね。さあパラノイア食らっていないぞ。デファ支え込まれる形。ネス、マンチキン、デファ、これは噛み合ったぞ。詰めていくマンチキン。ここは落とされます。いや、相手の詰めでしたが、これ裏面出たかもしれません。ツーオンスリーです。残ったのはネス。ネスがレーター落としてワンオンツー。一度下がる。デス、ボーン。しかも4人目。ペイントダウンがあるぞ。スパイクは落ちている。飛び出すデス。いやー、緊張のワンワン。お互い HP 状況は同じ。うわー、最後だぜ。まさかのしゃがみ歩き打ち。アビリティも持っていないので力で抑えることになりますよ、これ。リークしたところ敵が見えました。クラウドバースト
スパイカメラ位置はバレている。僕の中、うん、ラゼバーセキルが続くか。メデューサ、いやメデューサ持たれる。ワンオツしっかり抜いた。11交換が続いてしまっている。マジキンワンオツサボだ。いやー2人で勝負しますよね。散々見せてきてますからこの動きは。マンチキン右を警戒することはできるか。飛び出したところダブルピークさあペイント弾食らったダメージもすぐさまヒーリングオーブ。離婚が入ってくるタイミングでのペイント弾、ことごとくタイミングがずらされます。しかもレイタが裏取りしてるんですよ。ゼファダブルキル強い。タケジェのこの位置気付けるか。いやクローが落としている。落とす。ワンオンツメデューサワンオンワン。ただこの配置はまだショックボルトがある。いやあと一発、ただもう時間ありません。これは逃げるしかない。あ武器も武器は拾ったが、うん、そうですね武器がないので飛ぶしかなかったですね。からのちょっと B 設置を見てるような動きですね。B サイトリオンがダブルキル。いや11交換か。そうですね、11交換だとアタッカーサイドの方がやりやすい形です。さあサイト内なのか逃げましたね。いや素早いリテイクだが、なんだ抜いたぞ。スパイカメラに映ったところを素早く抜きました。2オン2バーストの位置は上がっている。パラドイヤワンオンワン強引に抜いた。会場は鳴らしています。勝負した。残念でした。残念でしたか。強くエミスロー詰め。ここは冷静に強く下がった。ショートパン最上上レーター交渉がありましたね。おっとクローがレーターを落としてしまった。ミスをなかったことにします。超消しですね。ペイント弾飛んでしまった。メデューサ逃げれないですね。スローオーブもありましたから。ただネスがショーストッパーだけじゃ落としている。いやクローがネスを返している。2オン3だ。目まぐるしい攻防。状況はでも2オン3でジュピター有利なので。マンチキンの武器はスペクター。ここださあリオンサイトラカ飛び降ります。落としている。サイト内ネスを落としている。ワンオン2全部やった。リプルキル素晴らしい。完璧なスモークと飛び降りのタイミングでした。あのスモーク2つ。いやメディーサ気づけていない。うわチャンス来た。武器を奪えた。ネスが固これは挟まれる形です。パラノイア食らっちまう。さらにはニューラルセット。サイト上ダブルピーク。いや冷静な判断なんですけどね。マジキいやー、 いやートリプルピーク。エコラウンド取ってしまうのか。絶望のバリアオーブ。リオンこれはシュラードステップで抜けることもできません。抜けた瞬間に蜂の巣ですね。さらにはこのバリアオーブ張り付き隠れれるポジションもあります。これは苦しいですよ。バースのシュラードステップの音も聞こえていたのでセブンという選択肢もある。これはセーブか。リンク抜けだ。ただ味方のスローオーブ痛いぞこれ。 B 設置なおかつ A リンクのプラント。いやーラズがすごいところまで進行しているがリオン効き目で見ていた。時間差でマチキンとゼファーキルを返している。これリンク抜いたぞ。会場に入っています。これは抜けるしかありませんが、ネス。この設置位置は逆に解除成功しましたね。最後はゼファークラシックで一回反応してしまった。あのレア会社飛び出したマンチ。勝負を仕掛けます。ここで横張ると先ほどのようなことが起きるので無理をする必要はありません。 C 側に2映っているがラズのラーク、ネスが抑えている。いや見れるか。ネス噛み合ってしまう。噛み合った。ラズがネスを落として、これは A 側への切り返し。そうですね、これで A の情報が一度開きましたけど、マンチキンの動きが。マンチキンぶつかります。いやクロを抑えている。走り打ちでバッチリ対応したぞ。
ラズがここで時間を稼げれば A 中に安全に入れます。さあしっかりとヒーリングオーブをもらいます。ただ振り返しまえ竹地をダブルキル。残ったのはリオン1 on 5。いやー削れないか。そしてレータは B からスローで進行しています。前半を通して見ての動きからするとクレイジーラクーンも相手の動きを読んでいるんですけども、そこをことごとくかわされてしまう、さあこのラウンド買うしかありません。クレイジーラクーン、逃げれないのか。飛んでいるところクローがヘッドショット。マーシャルを持ったゼファーがデータを落とします。11交換、11交換できたのはまだいいにしても、リオンの武器が強いわけではないので、これはクレイジーラクーンとしてはかける動きになりますか。はい、本命はどちらになるのか。 A 側に来てくれればクレイジーラクーンの思惑通りになりますか。でも爪待ち用のワイヤーを置いてこれ C に行きそうですね。 C 側に行くとリテイクの動きになります。アルティメットも上がっていない状態なのでリテイクは少し厳しい。クレイジーラクーン黒がショーストッパー、 C が進行、決めに行きますね。これ綺麗に着地しましたねバイヤーに。さあ C サイドガレージにはバリアオーブ、このバリアオーブがあるので、あとさあサイトを広く取って強力な設置を仕掛けます。抜けているゼファーバーストの HP 削りましたが、バスト落としてすぐさま下げて黒もキルを取っている。リオン武器はジャッジ、バリアオーブに阻まれる。前半最終ラウンド、後半最終ラウンドです。もうセーブという選択は取れません。ワンオンスリー残り時間も少ない。武器拾えない。バルタなので拾ってもいいぞ。そうだ竹地だ